皆さんこんにちは、土台 YS です。今回はブルースノーボールブラックアイスというプラグ&プレイの USB マイクコンデンサーマイクを購入してみました。まずは開封してみます。これが本体のようです。付属品類をチェックしてみます。保証書と保証情報の用紙のようです。取扱説明書、日本語表記もきちんとあります。マイク本体はスノーボールというだけあって本当に丸い形をしています。ちょうどソフトボールぐらいの大きさだと思います。裏にはミニ USB のジャック、そして三脚穴があります。本体上部にインジケーターランプがあります。USB ケーブル A、ミニ USB、 ミニ三脚が付属しています。付属の三脚自体は簡易なものです。付属の三脚をつけた状態、ミラーボールみたいです。それではパソコンに設置してみたいと思います。説明書にはドライバーのインストールが不要でプラグ&プレイで接続ができるようです。説明書の通りにやってみます。付属している USB ケーブルを接続、PC 本体に差し込みます。接続するとインジケーターランプが点灯します。PC のコントロールパネルからサウンドを選択、録音のタブをクリック、ブルースノーボールと表示されています。マイクのプロパティをクリック、レベルのタグをクリック、マイクの入力の音量を調整できます。無事接続できているようです。皆さんも気づいたと思いますが、この音声はすべてブルースノーボールブラックアイスで入力した音声です。
どのように聞こえているでしょうか。かなり明瞭に録音できていると思います。ご視聴ありがとうございました。